久保七百六十系七百六十一神戸電気、鉄道久保七百六十系、佐保七百六十系貨車は、神戸電気鉄道時代の1978年に登場し、神戸電鉄が保有していた事業用貨車である。保線作業の内バラスト散布の効率化を目的に、1978年6月に川崎重工で新造された車両で、 区保 760K761 と佐保 760K762 の2両からなる。区保の神戸寄りには運転台が設置されており、終端駅での ED に背に一系電気機関車の着回しを行うことなく機関車を制御できる。プッシュプル運転を行うため、佐保762には制御回路の引き通し線が設けられている。荷重は両者とも16トン。 積載容量は9.65立方メートル。全長は、サホが1900ミリメートル。クホは、運転台の分だけ、長くなり11200ミリメートルとなっている。ホッパの内部には、騒音防止用の防音ゴム板が設置されている。台車は、国鉄の TR211 台車を基本に、ホッパ車用として設計されたキロワットマイナス23を装着した。ブレーキは、 CSD 自動空気ブレーキを採用している。申請以来、電気機関車と共に区保761、佐保762、701の3両編成で、バラスト散布に使用されていた。しかし本社を牽引する700系電気機関車が、老朽化により引退したため運用が混乱になり、700系701と共に2011年3月31日付で、廃車となった。 ありがとうございます。